私の方から2点、ご報告を申し上げます。原子力損害賠償紛争センターの福島事務所の、支所の開設と、こういうことで今日までも増設をするということは申し上げておりましたが、改めて具体的な場所、福島県内に7月1日を目途として、4箇所を開設をすると、こういう運びになりました。具体的には県北支所、あるいは曹操支所、これは県北は福島市、曹操支所は南相馬、いわき支所、いわき市、会津支所、会津若松市を同時に開設をする予定でございます。具体的住所については、お手元に配られていると思いますので、ご理解をいただきたいと思います。でなお4つの支所につきましては、体制は、常勤非常勤等々を含めて、3名から4名の体制に、する予定で、ございます。県南支所ということのお声もございましたけれども、これにつきましては、福島事務所が、それを、担当すると、こういうことでより、紛争の解決をするための、人員補充、あるいは、窓口を増設をすると、こういう考え方でございます。2点目はですね、つい先日でございますが、5月の30日に石川県の方に私、出張をしてまいりました。一つには金沢工業大学、二つ目には石川県立美術館および、神奈川大学の早期150周年と、こういう3つの目的で、行ってまいりました。金沢工業大学につきましては、大学の教育のこのどういう教育を入り口から出口の間にしておられるのかということを、視察をしてまいりました。特に、私が、気に留めましたのは、習熟度別の教材や、数理工教育研究センターということで、あらゆる時間帯にも、教員が学生にサポートしている、こういう体制を講じておると、こういうことでございますし、また学生の創作活動を支援をする夢工房ということで、自由に学生が使えるという、いわゆるカリキュラムの教科授業と課外授業とが、非常に、バランスよくやられているのではないか。特に教科授業につきましては160日間で、課外については140時間、年間300日を使って、教育をしている、こういうことにつきましては非常に私は、学生のきめ細かなサポートをされている大学であると、こういうふうに、理解をいたし、非常に興味を、持ちました。他大学における部分においても十分に参考になる行為ではないか、こういうふうに思いました。二つ目の石川県立美術館におきましては、国谷とい う焼き物があるわけですが、国谷の、焼き物の視察をしたいと、特に国谷の歴史について館長の方から、学びをさせていただきました。まあ、論争がいろいろ国会でもある、こういうことでありますが、そもそものルーツやいろいろ全般ルートなどに、考えますと、いろんな歴史やロマンを、感じたということで、ございます。3つ目、金沢大学におきましては、文久2年の加賀藩、の祈祷所から150年と、こういうことで、歴史のある大学であると同時に、北陸における、東アジアの地の拠点として展開されますことをお祈りし、お祝いを、申し上げたと、こういうことで、ございます。
以上私、2点、申し上げたところでございます。加えて、前の会見で申し上げましたが、今もバッジをつけておりましたが、今度、三国に、オリンピックの、候補地として、五輪のマークのついた、こういうバッジが出来上がりました。改めて、今もつけておりますけれども、来年の9月の決定まで国民の皆さん方のご理解、あるいは、関係体育協会等々、スポーツ団体含めて、報道によりますと世論の支持率が低いということもございますので、国民挙げて、応援をいただきたい、こんな思いで、このバッジを関係者にお配りをしながら、お願いをする、支援の協力をお願いをする、こういうことでございます。今日、閣僚懇で、そのことを、申し上げまして、閣僚にこのバッジを全部、お配りを、いたしたところでございます。私の方は以上でございます。ありがとうございました。それでは幹事社から1問質問させていただきます。はい、英語力のですね、指導改善事業の一環で、はい、文科省としては初めての試みになると伺っておりますけれども、高校3年生を対象に、その民間の試験を活用した英語力の判定試験がこの6月下旬から始まると伺っております。この事業に対する大臣の期待や、学校の現場になんか求められる期待、あと高校3年生の、はい、子たちに向けてのメッセージをいただければなと思います。特にこの実態把握ということでございますが、今特にそのグローバル人材、こういうことをよく言われるわけでありますし、逆にそれぞれの教育のプロセスの過程において、そういう人材を輩出していく中での現状の認識がどういう状態であるかということが常々問われていくわけであります。より若年に中に英語のプログラムを入れろとか、もっと教育の時間を増やせてとか、大学教育においてはそういう英語の授業でやれとか、いろんなお声が実はございます。従いまして、文科省としては、23年の6月に取りまとめました国際共通語としての英語力向上のための5つの提言と具体的施策、こういうことが、いただいておるわけでございますので、英語力の、指導改善事業の一環として、まずは外部の検定試験の活用による英語力を一遍検証しようと、こういうことで、取り出した部分でございます。今回外部の、これは入札でございますが、外部の2社、から、をベースにした試験をいずれか都道府県を選択して実施をすると、こういうことで、英語力の指導改善事業の拠点校を含む214校の高校生を対象に、6月から8月の間にかけて実施をするということでございます。どういう目的かということは先ほど申し上げましたが、国においても、生徒の英語力を客観的に掌握し検証していくということが、目的で、ございます。その結果によってはバランスのある英語の力がついておるのかということも把握できるわけでありまして、私ら若い時もそうでございましたが、グラマーで文法でありますとか、そういうところに偏った授業でなく、本当に国際共通語としてコミュニケーションツールとして本当に使えていくレベルになりつつあるのかどうか、こんなことも含めて、検証すると、こういう趣旨でございます。ありがとうございました。幹事社から質問以上です。今日はこの服装は6月1日沖縄の狩牛の生きる日でございますので、今日閣議はこれを着て出ましたが、閣議終わりましたらこれを着ております。どうですか、いいでしょう。はい、どうぞ。はい、
よろしくございますか。各社さんよろしいですか。遅いな反応。いや、運営するのことですけども、はい、その借り主の関係なんですけど、うん、昨年はちょっとその借り主の作業の時は半数ぐらいの作業、はい、の中で開いたんですけど、うん、今回は、うん、全員じゃないでしょうか。全員、農水大臣海外出張ですが、それが全員だと思います。これは私今年買わなかったんですが、 3年前に買ったやつですけど、よろしいですか。よろしいですか。ありがとうございます。はい、どうも。